はい、ワンピースが大好きな神木です。ワンピース最新話1130話の中でエルバフの前景が分かったわけなんですけども、これおかしいところがいくつかありませんかね。今はですね、興奮してまだあまり言われてないんですけど、言われてみれば確かにということがですね、いくつかあったので今日は喋っていきたいんですよね。というのもこれまでもエルバフというのはちょこちょこ描かれてきましたよね。シャーロット・リンリンの過去編であったり、シャンクスが訪れていたエルバフの海岸であったり、あのシルエットの男ですねがいたところであったり、その端々というのは書かれてきたんですけど、今回前景が分かったエルバフとは微妙に違ったり、またあのエルバフの前景をよくよく見ていくと意外なものが結構書かれていたりするんですね。この謎たちというのはおそらくエルバフを冒険するルフィたちによって一つ一つ繋がってくるとは思うんですけど、今のうちにそのポイントというのを押さえておきたいなと思いました。なんせスケールがでかいですからね、今までに行ったどの国よりも壮大で不思議なことというのがいろいろ巻き起こるんじゃないかなと思います。ということで早速行きましょう。雪が積もるエルバフ。最新話を見てみると、まあ、ルフィたちがいるところというのはとにかく雪が積もってますよね。ブロックの国の外というのは寒いと言っておりました。そして雪が積もっていて、狼がいて、ロキが捕まっているところにも雪がたくさん積もっております。で、思い返してほしいんですけど、これまでのエルバフの描写、シャーロット・リンリンの過去編であったり、シャンクスがいた時、シルエットの人物がいるコマ、サウロが描かれた時とかですね、雪のイメージってないですよね。で、基本的に、まあ、和の国はね、その里々で気候が違うんですけど、他の国というのはある程度気候というのは一つの島で一緒ですよね。夏島の春とか冬島の秋とかっていうのはあるんですけど、ある程度その春夏秋冬何島というので気候というのは定まってるはずなんですよね。それなのにそれまで見てきたエルバフは温暖な気候っぽいのに、今回はものすごく寒いところになっているわけですよ。ここ一つ矛盾がありますよね。で、これ思って確かめたんですよ、すべてのエルバフのコマを。そうすると一コマだけ雪が積もっているコマがありました。それがですね、シャーロット・リンリンがエルバフに連れてこられた時のところなんですけど、その時にはまあお父さんお母さんがね、そこに置いていったので、リンリンはお父さんお母さんを待っているね様子というのが書かれて、まあ、待ちわびているという状況なんですけど、その最後のコマだけ雪が降ってるんですよ。で、よく見るとその時は夜なんですよね。何日も待っていたという描写もあると思うんですけど、これもしかすると1日の中で温暖な時と雪が降るぐらいの寒い時が生まれている島ということなんじゃないでしょうか。エルバフにはめちゃくちゃ巨大な木があって、枝葉も途中にありますよね。ということはもしかすると太陽が昇って、その木の影にならない部分というのはものすごく温暖な気候で、太陽がこう昇っていって影になる部分というのはあまりにもその木がでかすぎるので、分厚い枝葉で太陽の光が遮られて雪が降るほどの気候になると。エルバフというのはもしかするとそういう島なのかもしれません。まあ今のね、こうロキの場面とかを見るとどうも暗くないので、そこがちょっと気になるんですけど、まあ、それぐらい壮大な島であるという可能性はね、十分あると思いますね。続いてエルバフの戦士たちが仮想にいる意味ですね。というのもエルバフが描かれて、エルバフの偉い人たちとか、まあ、重要人物というのはその中層ですよね。あそこがメインステージっぽいので、あそこにねいるべきだと思うんですけど、エルバフの戦士たちというのは下にいるっぽいですよね。それはシャンクスたちを見てもその海岸にいましたし、今まで描かれてきたエルバフの戦士というのは全員その海が見えるところにいるので仮想にいたわけなんですよ。エルバフというのは世界一の強国で、エルバフの戦士は国の中でもおそらく誇り高き人物であると、まあ、私はそう解釈してたんですけど、もしもそうであれば中層にこそいるべきだと思うんですよね。まあ戦士ですので国を守るためにすぐに動ける仮想にね、戦士たちはいるということなのかもしれないんですけど、もしかすると誇り高き戦士というのは、まあ名ばかりというか、昔はそういう文化があったけど、今はその人たちは下に追いやられて、実はその上に立つ人物、まあ階層の人たちができてしまって、下に追いやられていってしまっていると。まあ昔ほど戦士というものが敬われなくなってしまっているという可能性もあるんじゃないでしょうか。続いて、まあこれ一番気になりますよね。巨大な剣の存在です。あれものすごくでかいですよね。ロキも相当でかいんですけど、その比にならないぐらいでかいじゃないですか。まあ、もしかしたら空島ぐらいある、1万メートルまではなくても7000メートル8000メートル級の剣がですね、刺さってるわけなんですよね。あれをこう作れと言われても、おそらく今の技術では無理でしょうから、その昔それを誰かが作って、そして使っていたと思うのが自然だと思いますけれども、ワンピースの世界観であそこまででかい人はいないので、そこが本当に解き明かされるのかですよね。もしもそこに
何か理由があるというか背景があるのであれば、本当にワンピースの世界というのは何千年前には空にも届くような巨大な人物たちがたくさんいたということになるじゃないですか。わざわざエルバフに書かれた意味というのはね、あれはあると思うんですよね。まあ、ワノ国の鬼ヶ島の刀というのは結局ね、まあ、今のところですけど何もなかったと、何もないだろうとは思うんですけど、さすがにエルバフのあの剣というのは何かの意味を持たせてね書かれると思うんですけどね。もしかするとロキがね伝説の悪魔の実で巨大化して、あれをもね使えるぐらいの大きさになってしまうとかだと怖いですけどね。続いてこちら中層部ですね。中層部を見ていくといろんなものが意外と書かれてるんですよね。まあ虹が出てたりとかして、その大きさであったり高さというのもわかるんですけど、その中層部の、まあ、向かって左側にはどうもお城のようなものがあるんですよね。謎の国の冒険で太陽神様ロードというのはビッグステイン城というものを作ってましたよね。太陽神様というのは、まあ、今思えばエルバフの真似事をしているようなところあるじゃないですか。エルバフの世界観を一つの庭に押し込めていると、それを見たいと鑑賞したいという人物っぽいので、まあ、それを含めてもエルバフにはお城がある、立派なお城があって、そこに偉い人が住んでいるというのは間違いないと思います。まあ、ロキが生まれた時も城で生まれたロキ王子と言われてたので、まあ、城があることは分かってたんですけど、仮想ではなくやっぱり中層にあるんですよね。なのでやっぱり中層が偉い人たち、まあ、エルバフの偉い人たちが住んでいると思われます。なのでおそらくロキというのは中層のあのお城から仮想に追いやられて、今ぐるぐる巻きにされているという状態ですよね。で、そのお城でまた気になるのが、今言ったように謎の国の、まあ、太陽神様が作っているところというのがエルバフの縮小版だと思うんですけど、それであればまさに箱庭の部分というのは留置場であったと言ってましたよね。つまりエルバフにも留置場がちゃんとあるはずなんですよ。だけどそこにはロキは入っていないわけですよね。仮想に追いやられて、まあ、ぐるぐる巻きにされてると、そこの意味も何かありますよね。まあ、もちろんねロキがでかいから入れないというのもあるのかもしれないんですけど、いやしかしね巨人族の島ですからね、もちろん当たり前に巨人族が入るような大きさの留置場というのをまあ、作ってるはずなんですよね。それなのにそこには押し込めていないという意味ですよね。もしかすると中層には昔はね留置場があったけど今ないと。そしてなぜないかというと、ゴア王国であったりソルベ王国のようにのけものを全部仮想に追いやったと、まあ、綺麗に見せてると、まあ、そういう統治をしているという可能性もあるんじゃないでしょうかね。まあ、それであればさっきも言ったようにエルバフの戦士たちというのが上にいない理由にもなりますし、中層にロキがいないというのもまあ納得なんじゃないでしょうか。あとエルバフの前景で気になるのは、その中層部分に大砲がまずありますよね。あれ相当でかいですよね。エルバフというのは世界一の強国ということで、まあ五老星は海兵たちにエルバフには行かなくていいと言ったのかなとは思ってたんですけど、こういった大砲もあって、まあ、全然近づくことはできないということでそういう指示を出したんでしょうか。でまた思ったんですけど、あの大砲あまりにも巨大すぎて、まあ現にサニー号とかはもう入れてしまってるわけですよね、エルバフに。まあそういった船というのは巨人たちにとってすごい高いところにあるんで、あそこからももう目につかないんじゃないかなとも思うんですよね。そうなってくると先ほどの剣の下りとつながるんですけど、やはりその昔古代の時代にはそれこそね今じゃ考えられないぐらい人がいたりとか、超巨大な船というもの、まあ、それこそノアみたいな感じですよね。ノアみたいな船が当たり前にあったということで、まあ、あの大砲が残っていると、その可能性もありますよね。また重要になってきそうなのはその高すぎる木ですね。あの木の高さというのはおそらく空島を超えてますよね。まあ、スカイピアの白白海があったのは7000メートルで、白海は1万メートルにあったんですよ。最初に着いたところが7000メートル上で、そこからこう登っていってね、まあ、スカイピアとかがある1万メートルに着いた麦わらの一味だったんですけど、エルバフの巨木というのはそこに到達していて頭を出していると思われます。つまり空島との交流というのが当たり前にありそうなんですよね。まだハイウエストの頂きというね謎もありますので、それがね、まあ、エルバフの頂上かもしれませんし、今空島にいる人たちがそこにたどり着く可能性も全然あると思いますね。まあ、特にウルージなんかね全然出てこないんですけど、空島で止まってるわけじゃないですか。バロンターミナルにいて空を浮遊している段階で終わってますので、空島から何かの目印を見つけてそこに向かうということであれば、エルバフのこのね頭が見えるというのは全然自然ですよね。そしてそこにめがけて進んでいくとエルバフ編にこう交わってくるということになりそうじゃないですか。あれ高すぎるから滝があるということなのかな。いろんなこう蒸気みたいなものもね全部吸い取ってというかまとってしまって、雲の水分とかもね全部まとってしまうがために滝みたいに、ね、流れてるってことなのかな。あのスリラーバークの最後で縦の線がこう浮き上がってね来てボヤーってなった時があったんですけど、あれももしかするとね近くにエルバフのような島があって、そこから流れていた滝という可能性もまた出てきたんじゃないかなとも思います。はい、ルフィたちがね突入したエルバフなんですけど、まだまだ謎だらけですよね。多くの重要な謎を秘めているのがエルバフだと思うので、その地形であったり高すぎる樹高であったり、中層にあるお城とか大砲とか、そして剣とかはですね必ず繋がってくると思われます。これいろんな可能性が考えられそうですよね。
まあぜひコメントにいろいろ書いていってください。ということで今回はエルバフにまつわる謎というものを簡単に話してみました。どうも最後までありがとうございました。じゃあね。